はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。5時40分になろうとしますね。1月は15日の日曜日です。今日ねライブをね1時間40分ぐらいやったかな。昼寝もしてないんですよ。疲れてない。だんだんね慣れてきたんですね。最初の頃はね手探りでやってるでしょ、大丈夫かなと思いながらやってるんでね、不安感があるんでしょうね。喋ることは別に何ともないですよ。ただシステム的にどうなんかなとかね、そういうのを見ながらやってるんでね、疲れたんでしょうね。最近も慣れてきたから疲れへん。いくらでもできんねほんまにみたいな。土日やるんですかって言われたんですけど、来週土曜日はですねあれなんですよ、売却相談会で1時から5時までね、体がですねあっち行ってるんですよ、横山町に日本橋ので、戻ってきてほとんど時間ないんでやりませんね。だから22日の日曜日にやります、今のところね。お昼2時半頃で、今ね夜のライブできんかなと思って、こう技術面の問題があるんですね。でそれを解決しようといろいろやってまして、もしかしたら近日中に夜時々ライブをやるという体制になるかもしれませんね。はい、本題いきましょう。ロイターでございまして、これはですね昨日の5時39分午後ですね、米銀大手引き当て金積み増し、景気の先行き巡り不透明ということで、1分で読むって書いてあるんでちょっと読んでいきたいのも短い記事です。米金大手4行は13日、2022年10から12月期決算を発表した。米景気の景気後退リセッション入りに備えて各行とも貸し倒れ引き当て金を積みました。景気の先行きをめぐり不透明感が高まる中、収入の伸びについても慎重姿勢を示した。米連邦準備理事会 FRB の利上げに伴う借り入れコストの上昇で、住宅ローンや自動車ローンの需要は低迷した。一方、各行の預金コストは増加した。あれ、金利上がってますもんね。JP モルガンチェース。アメリカの銀行の名前もね、しょっちゅう変わるでしょ。JP モルガンって、スタンレーやった昔。それが、ね、いつの間にかチェースになってる。チェースはチェースマンハッタンやったんや。いつの間にか JP モルガンチェースになってる。まあいいけど、全然関係ないし、僕には。ウェルズ・ファーゴ、カッコダブル・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、これ変わりませんね。バンカメで言ってましたね。まあ、主要な収益源である、純金利収入、NII 見通しが悪化しているとした。JP モルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者 CEO は、米経済は好調を維持しており、消費者は支出を続けており、事業は健全だ、とした上で、今後の逆風による最終的な影響はどうなるかは不明だと述べた。マクロ経済見通しはやや悪化しており、緩やかなリセッションの可能性を示しているとした。JP モルガンの第4四半期決算はトレーディング部門が好調で 6% の増益となった。バンクオブアメリカの第4四半期決算も 2% の増益となった。米利上げにより NII が急増した。一方、シティグループは投資銀行部門が低調となり 21% 減益だった。ダブルファーゴは従業員が顧客に無断で架空口座を開設していた不祥事で処分を受けたことに、伴う費用として30億ドル基調向こうすごい罰金取りますからね、向こうの政府ってを計上したほか、景気後退に備えた貸し倒れ引き当て金の積み増しが重しとなり、利益が 50% 減少した。JP モルガンのダイモン CEO は、金利上昇に伴い、顧客が預金から他の投資先に資金をシフトさせており、預金金利を変更する必要が出てきているとし、預金をめぐる競争が激化していると説明した。ちょっともうまあもう端折りますね。急激にね、アメリカの場合、金利が上がりました。
1年で 4.5 なんですけども、かつてそんな上がったことってないんちゃいますかね。少なくとも僕は知りませんわ。この急カーブでこう上がっていくんですけど、日本は絶対そんなことしませんからね。かつて三重の総裁っていたんですよ、1990年代に。三重の安なんとかやったかな、平成の鬼兵とか呼ばれて、バブル退治やって言ってあって、あの時でね、むちゃくちゃ上げた時で、1年間で 2.5 とか、そんなんやったと思いますよ。3も上げてなかったと思いますよ。ちょっと忘れましたけどね。それはいいんですけども、アメリカの銀行が貸し倒れ引き当て金っていうのを積み増してると。これはですね、明らか不況の到来を予想しているわけですね。貸し倒れというのは貸した金が返ってこないということですね、文字通り。貸した金が返ってこないのにピタッとこう当てるために、こっちで預金を積んどくわけですね、銀行内部に。でもしそれが発生したら、それを当てていくということで、損失をですね、なんていうかこう消していくという、経理上の話ですけどね、単純に。ただ、確か私が知ってる限り、貸し倒れ引き当て金というのを積みますと、それは利益から控除できるはずなんですね。いくらかね、全額ではなかったと思うんですけど、それ各国、日本やアメリカ、ちょっとそこの税法が違いますから、よう知らんのですけど、日米の違いは。確か日本ではそれなりにですね、利益から省けたはずなんですね。それをまた戻すときは、でもそれは利益は、また経理上の操作ですけど、戻すときはそこに税金、法人税の対象となるんちゃうかなという気がします。あんまり詳しいことは知りません。ただこれをですね、積みますということは、この先、貸してる先がパリンするのが多くなるだろうなというときなんです。つまり不況を見通したときですね。僕ね、アメリカがまだね、不況になってないのに不思議でしゃあないです。だってね、年に 4.5% も利上げしてるんですよ。ほんなむちゃくちゃ不況になっててもいいはずなんですよ。でもアメリカなぜか景気悪くない。なんなんやろうなと思いますよね、なんかね。僕、経済学をね、真面目にね、机に座って勉強したことないんですよね。ひたすらなんていうか、これで、経済ニュースを毎日毎日読み漁ってると、もちろんその前から普通の新聞を読んでると。で、日経新聞取ってた時もあるんですけど、どうでしょう、もう20年前にはやめてたんちゃうかなと思いますね。昔その別に日経新聞に興味を当てて取ってたわけではなく、マンション広告をやっていましたんで、話題のマンション広告は全部チェックしなあかんわけですよ。しなあかんことはないですけど、この仕事先に行ってその話題が出た時に対応しなあかんと。ただそれだけなんですよ。それだけのために日経新聞を取って、もちろんですね、貧乏症ですから新聞取ったらですね、隅々読むんですよ。端から端までは読みませんけど、気になる記事はみんな読んでいくわけです。あれも不思議なもんで、学生の頃は何書いたのかちんぷんかんぷんわからなかった。日経新聞って何書いてんやろ俺と思いましたけど、読み始めてね、5年も経つと何だか分かってくるんですね。あ、これはこういうことかということで、もうね、あれは5年かかるんですよ。あれだから学生さんがね、あれを就職のために取ってるっていうけども、分かってんのかなと思って、ほぼ分かってないんちゃうかなと思うんですけど、まあ一応表面的な知識はですね、まあ手に入るかも分かりませんからね。まあそれはええとしまして、何の話だったか、そう、景気悪なんねん、アメリカの景気もね、今後悪くなるはずなんですよ、理論的には。銀行はね、大手が言うてるんやからね、確かでしょうと。もうで、悪ならおかしいですよ、だから経済学のね、理屈から言うたらね、金利上げたらね、必ず悪ならなあかんねん。そうならへんやったらね、ちょっと今までの経済学と変えなあかんやん。違う経済学まだ出せという話ですね。経済学はでもほんまにね、僕もね、パラパラっとしか見ませんけどもね、超いい加減ですよね。あんな学問、あれは学問と言えるんかなという気は時々しますけどね。ほとんど役に立たないんですよ、昔の理論は。だってどんどん経済変わるでしょ。中身変わるから、昔の経済学の説ってほぼ役に立たない。なんなんやあれって、それで学問なんという気がしますけど、それは置いといて、
あの金利が上がってるから多分悪くなるんですね。これはそのなんていうのかな、いわゆる基本原則ですから、悪くならなければおかしいわけなんです。でも未だにね、そんなに悪くなってるという兆候がないんですよ、今のアメリカ経済で。なんでやろうと説明できただ企業業績はいいわけですよ、企業業績はいいんですけど、多分もう分かってくるんでしょうね、この春先になれば。例えば住宅なんか全然売れてませんからね、不動産価格が下がったとは聞きませんけども、そろそろ下がったみたいな話も出てくるんちゃいますかね。ほんで中国経済がアウトでしょ今、米中デカップリングでそんなにお互いも影響がですね、昔ほどではなくなりましたけどね。まあということでですね、この一応このロイターのサイト貼っておきますけど、まもなくアメリカは大不況に突入しなあかんという話でございましたはい、皆さんどうもありがとうございます。